こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だ、はい、今回のクラッシュロワイヤルなんですけども、見てください、私のデッキ。マスケット重視の代わりにこれ入れました。ダークネクロレベル1だけど、これね、強いな。うん、なんでかっていうと、空中も地上も攻められるっていうところがすごいで、結構勝率良くて、まあ多分3勝ぐらいしたのかな、あるから。うん、ちょっと開けちゃおう。はい、3勝しました。で、今回ね、ちょっともう一回やっていこうかなと思います。結構強いよ。うん、空中だからね、コウモリさんが。で、ごめんなさい、もうレベル13の俺がこのトレイキングの失礼かもしれないんだよ。12の方ですね、よろしく、よろしく。まさか、あー、格上ってこと。ちょっと初期手札悪いな、これ。イエーイめっちゃホーリーデイってやつ。ちょっと違うかな。うわー、出た。で、ちょっとやりづらいだ、これ。ガチャマジか。に連れてきてもらって、で、どうかな、これでどう。あ、やべ、無駄なことした。無駄物おった。あー、そういう系ね。消えちゃうね、これ。あ、これはひどい。処理がうまい。ただ防戦だな、完全に。それはうーん、攻める手立てが難しいな、これ。また明日、ただまた明日って投げて、で、こっちに引っ張って、で、まあまあ、右はしょうがないとして、とりあえずこれで動かす。投げれたのはでかい。うーん、どうしよっかな、どういうふうに攻めようかな。さっきすごい処理がうまかったよね、この人ね。まあ俺が下手だっていうのはあるけど、全然エリポン受けてないか、俺。ちょっと意識し直そう。最近あれ苦手、俺。最近あの子苦手だわ。で、じゃあこっちで行こう。よいしょ。で、こっちから攻めます。攻める気はないね。 OKOKOK で、まあ、しょうがないけど、こっちに来てもらって、全部集めてドン。で、ただ丸太が来るから、そうですね。で、ダークネクロ、いい感じ。それはあれだな、微妙な感じだな。これいけるな。これいけるやつだ。で、真ん中に集めて、あー、集まんねえやつだ。あー、でもこれはいけるな。これさすいけだな、これは。さすいけ。あとだって160だろ。なんかゴリ押しすらいけちゃうレベルだ、これね、ザクッと。これはいけちゃうな、さすがに。これはありがとう、ごめん、本当に。ただね、このね、ちょっと使い方全然うまくなかったし、防衛も全然うまくなかったんだけど、まあ強いよね。もう一回やっとくか。やっていきましょう。タッタッターと、よろしく。最初の手札最悪。うん、まあでもこういう時もあるわな。よいしょ。わあ、それそういう系男子。しょうがないね、これは。やる気が今集まってもらって、そうそうそう、
これでいいや。これでこっちは処理。ペッカを買おう。ほんと嫌なんだけどね、あのエリポン置いてないのにペッカって嫌なんだけど、まあしょうがない。やべ、消えちった。これしょうがない。これは丸裸だな、何もできない。これ完全な失敗ですね。え、届くの？え、届くの？そんなことあんの？マジ？マジ？それ届くことあんの？あ、ありがとう。ナイスゲーム、ありがとう。それはありがとう。それはありがとうございます。ちょっとごめん、うまいトークが見つからんですわ。着地どころがない、このトークに。ゆっくり行きましょう。あー、それ持ってんだ。それ持ってんだ。じゃあここでアイスピットとか持つとこで、でね、この子ここに出しようで、ナイトも出してるから、まあ一応守れるかな。守りつつね、ちゃんと攻撃しないといけないからね、ここはね。で、エリアドもちゃんと気にしないといけないから、いやちょっとこれはきつい。出してる。うん、これでとりあえずはエリアドは取れるかな。どうしよっかな。はあ、後ろからダークネクロ、まあ、盾らなんないけどね。これが盾かな。あたー。で、このチャンスで、右からペッカを攻めさせると。ああそういう感じね。オッケー。飛んだらば、固めといて後ろからないとかこうしとけばなんかね、守れる。いい感じ、いい感じ。はい、なんか2戦とも全然うまく、なんだ、あのダークネクロさんを使えてない。全くうまく使えてないけど、まあでもね、いい感じなんじゃないでしょうか。あと2戦でね、マスター2かなに上がるってところで、一回今回はね、こんな感じで動画を締めたいと思います。以上、ギコちゃんでした。バイバイ。